光転作用出てるからちょっといつもの動きできないかもな。そう、紫はもうね、見ないし、色弱だし、一人顎も長いし、一人声もでかいし。ほんで、いきなり地震起きるかもしれないしな。俺の家だけ。ナイスでしょ、この2位は！話す通じない視聴者多くね。うん、でも全部無視してる。そうやって反省してないが大会で勝てないんだなーって。かけねえよ、お前！最近こういうコメントする人増えたよね。じゃ、行ってくるわ。頑張るわ。オーケーっす。勝ってくる。グッドラックっす。うぃ、グッドラック。マジ頑張ってください。いい。さあ、やるぞ。未来から来ました。三宅9位、ボドカ15位、繁盛18位です。全部当てたらお前に100万あげるわ。マジで全部当てたら3連単だろお前。それ18位とか余裕で回避できるだろって。みんなお前18位ってか1位目指すんだからさ、回避できねえよ。競馬ってさ、何頭で走るの？ 6？ レースによる。 18？ そりゃ儲かるわ競馬。そりゃ当てれねえわ。たまに人も走るってどういうこと？落馬したら絶対勝てねえだろ、人が走ってても。ウサイン・ボルトなんて目じゃねえよ。で、落馬したやつ、そいつさ、見苦しすぎだろ。落馬して走ってるやつ、そいつ無様だな。マジでそいつに100万とかかけてるやつ殺されるんじゃないの、本当に。マジで人が走ったことある。え、マジでそうなんだ。諦めないんだぞ、かっこいいだろって。いや、全然かっこよくない。お前人間性終わってるって。だってもう一回馬を起こして走った方が早いだろ。人間走ってもワンチャンないけど、馬を起こした方がワンチャンあるだろ。なんじゃ、もっと圧かけて。俺正直でも初動ファイトはあんま負ける気しないから全然被っていいわ。確かにシャガさんも前オルタネーターでギューローンって吸い付いて勝ったわ。お前より強いやつ結構いる。まあそう言われながら僕ソロバトルで優勝しましたからね。いや、お前らし過小評価しすぎだろ俺を。ソロだと強いぞお前。まあ見とけって。結果で騙せるわ。ソロバトルは俺負けないよ。て、逆になんかその、強気に行かないとね、後悔するんだよな。マジメンタル系だから。ちなみに俺今吐きそうです。今、強いことは自分を鼓舞してます。今俺すごい吐きそうなんだけど今。吐きそうなぐらい緊張してます今。俺、スプラトゥーン大会とかでもこんな緊張しないんだけど。うわ、てか今日針治療したからな、ちょっと体調悪いな。針治療して好転作用出てるからちょっといつもの動きできないかもな。好転作用で。好転作用かな。好転作用なければな。好転作用って今体のね、巡りが、結構今、やっぱ具合悪くなってきて、ほんとに。ゆっくり落ち着け。あと今日朝から何も食ってねえな。あとで奪い出たの頼もうかな。そう、今日しかも寝てないしな、俺一睡も。一分も寝てないからね、マジ。一分も寝てないし、マジで。飯も食ってないし。飲み物も飲んだことない。しかもなんかプロコン充電切れそうなんだよな。切れないかな。プロコン充電切れそうだしな、なんか試合中。そう、紫はもう見ないし、色弱だし。肉ダメか、紫アーマーか分かんないし、相手。しかも相手見えてんのかっていう感じだよね。相手、なんか俺の体だけなんかでけんだよな。あとなんか今日なんか視界狭い、なんか若干。視界狭いし。そう、なんか、一人顎も長いし。なんかもう、一人声もでかいし。まず、アーマー運。アーマーの運が必要です。で、俺は、みんな、これだけいるしかない。レプリケーターでアーマーを育てる際に、アーマーがなくて死ぬ。これはしょうがないことですからね。で、移動中死ぬのもしょうがないし、で、ハイドに殺されてもしょうがないからね。で、まずグレ持ってなかったのしょうがないし、回復足んなかったしょうがないし、物資悪かったしょうがないし、ね。救急とかプラネに、マガジン続いてなかったら無理だし、まあ、あともしかしたら誰かがさ、デスノートで俺の名前書いて心臓麻痺してるかもしれないし、一瞬。それで負けたらしょうがなくない？いや、マジで。ほんで、いきなり地震起きるかもしれないしな、俺の家だけ。絶対勝つわ。マジで。緊張する。コメント閉じるか。コメチラして負けちゃうから。マガジンついてないか。武器は完成。マガジンついてないか、これ。マガジンついてたらな。これ。悪くはないが、ここじゃないな、最初アンチ。マガジンついたか、言い訳消えちゃうじゃねえかよ。でも紫マガジンならな。まあ、ノックシードいらねえわ。いらないの取っちゃった。マジか、下ぶれてんな。2、4はいらない。3倍いらない。気持ち悪い。手震えな。震え止まれ。よし、頑張るぞ。いやー、みんなのために勝ってあげたい。マジで。三宅とボドカ、頑張ってくれるだろうからな。
ラージか。びっくりした。どれやねん。やばい。手の震えが止まんない。怖い。競馬のタミヤ倒したな。俺を18位で100万円企画よかった。マジで俺のことエイペックス下手って言ってたやつ全員見返すわ。マジで今日はなレベルが高いだけやねん。ついた方がいいな。後ろも来る。できれば死にたかったけどしょうがない。共存ないっつこの家取った方が順位は伸びると思う。本当は敵がいた家の方が強いんだけど、伸ばすのはこっちだ。共存だな。いやごめんマジで、いやすまん。いやでもまあ2位は頑張ったか。いやすまん。これ下に、おいやこっちに最後のやつが当たったのがまあ運だな。こればっかりはまあ悪くはないでしょ。ここの2位はナイスでしょ。この2位はめっちゃ緊張したけど、俺のエーペックス勉強したのが全部出た結果として。ういっす。おいナイス2位。俺2位だったぞ。2キルポの頑張ったぞ。0キルポの8、0キルポの6位。 でも良くない？まあまあまあ、順位はいい。順位はいい。順位はいい感じ。最後キル取りまくりたいっすね。うん、取ろうぜ。取りたいな。なんか最後キルポ2倍らしいよ。2倍なんで。2倍の上限なし。2倍の上限なし。やば。これ多分俺の、あ、相手デジっすわ。相手デジ、デジやね。1人ボコってる。もう肉に30入れてる。ここでフライドのキル掴んで一緒に乗りましょう。オッケー。後ろから撃たれてるこれ。一回食らったと思いますね。ナイマー。一撃ローや。キャン。これの方、俺の方、俺の方。取れます？一回巻くっすわ。一回巻いて。いいっすよ。うわーごめん、死んだわ。出てくるの。剣巻き切りますね。ここここいる、ここいる。これ乗る投げた一応。やっべこれ、いやごめん死んだわ。敵ノックどうした。やべ。いや勝利。どのタイミングで。今ラス日本でゲームしてるのか。どこをやればいいのか。どこを使えばいいのか解散して。確かに今日本にいたはず。ちょっと頭の中で考えながら。いや
れで本当に確かサウナ、そうやで、だってラストサウナ行ったもん。バケモノでしたね。一緒に。うん。ラストにサウナ行こうって言ってさ、ね、高級サウナじゃなくてさ、なんか入り墨とかさ、オッケーみたいなサウナ、空いてるからええやろと思ってそっち連れてったよ。で、ラストさ、行く前にさ、あ、これが日本の裸の付き合いってやつですね、つってさ、本当に行って脱衣所行ったら、まあボディの役だ。ハッチリングだよ。ラスびっくりしてた。韓国入れ墨入れてる人いそうだけどな。いっぱい。いや入れでもタトゥーとワボリやっぱ違うやん。まあね。ワボリは一つです。マジであるよねそういう戦闘。そういやでも俺もそこまで人数いるの見たことなくて。まあなんか俺たちあんまホーク。大体いても3人ぐらいやったけど、なんかその時だけ集団で来ててさ。守りが守りが守り守り8人はちょっといかついかもしれない。ガタイいい人っすよね。しかもさすがにビビった俺も。めっちゃ話しかけてこない、なんか守りの人。めっちゃ話しかけてくる時あんだよな、風呂入ってると。うん、何人で来てんなーって。いやだいたい言われる。言われるんすね。ラス日本が刺激的になったな。うん、刺激的な日本の体験をしてしまった。俺、フォートナイトの世界大会ついていったとき、俺だけ飛行機の情報を出すの遅れてさ。うん。そしたら、それに間に合う飛行機がなくて、エピックの人俺だけファーストクラス取ってくれて、選手エコノミーで行ってんだよ。やっぱ全然違う？ファーストクラス。え、違うよ。だって寝れるんやね。え、寝れるの？いつでもご飯も飲み物も頼み放題で、シャワーも入れて、シャワーから出てきたら自分の椅子がベッドに変わってるんやで。やばすぎる。そうなの？え、めっちゃ羨ましいっすわ。すげえ。王族やで、王族。いくら変わるんだろ、それ。エコノミーと。片道150万とかじゃない？え、片道150万かかんの？あ、ファーストはね。行く !150 万で我慢するから100万もらうわ、エコノミーで。確かに。じゃあ解散するか。うん、そうだな。じゃあね、頑張って。頑張って、三宅。お疲れ。繁盛もお疲れ。はい、おつ、またな。はい、ありがとう。ありがとうございました。もちろんミラーもせずに、終わろうかなと。今日、針治療したからな。俺、エイペックスの大会はね、実力差はちょっとありすぎるんだよな。今日のソロバトルは5000とかにしてくれたらめっちゃ出たいわ。押したらワンチャンあるから、いくらでも。別にエペが嫌いなわけでもないからな。エペは好きなんだけど、なんかエペをやりすぎると、時間泥棒されるから、具合も悪くなるし。いや、今ね、俺結構疲れたわ。なんか、針治療するとね、なんか、すごいだるくなるらしい。なんか、抗天作用だかなんだかみたいな。え、てか、めちゃくちゃ痛かったんだけど、針、頭とか、刺された時。頭とね、ふくらはぎが痛すぎて、痛すぎるならやめますよって言われて、痛すぎますって言って取ってもらったわ、一本だけ。マジで痛かったわ。え、頭に刺されるでしょ、針って。いくらでも全部刺されたよ、頭。そう、イルミの針じゃないよ。そう、マジで、え、こんなとこ刺して大丈夫なのかって思うぐらいあれだったな。針って効果あるのか。え、でも俺さ、二度寝すらできなかったの、毎日最近2時間睡眠とかで。今日寝れたからな、針やった後3時間ぐらい。これでしょ。昔メルカリで買った。金あるんだし新品で買えよって。いや中古のが安いやん。そういう無駄遣いやめましょうよ。新品で買う理由ないだろ、発売日とかじゃない限り。何年も経ったゲーム新品で買うのおかしくね。出たばっかで買うの俺も買いまくるけどさ、新品。何年、10年以上前のゲーム新品で買う意味ないだろ。てか今だったらあれだよ、プレミアついてるよ多分。未開封とかあったら新品で多分2万円ぐらいするんじゃないか。うん、メーカーにも金入んないよ、まず。製造してないからな。新品売ってないから無理。配信者がそれ言うのは、どうやって新品買うのよ、お前、ドラクエ8。逆に俺買いたいわ。新品あるなら。新品買って保存したいんだけど。持ってるしな、カセット結構。新品で、取っといてる。中古でええやんって言ってたのに、新品買いたいよっていうこと。いや、だから、プレイしないなら、コレクションしたい。話す通じない視聴者多くね。うん、でも全部無視してる。そういうやつはね、あれなんだよ。そこで、ストレスを発散してるからいいことなのよ。俺、都合の悪いコメント全部無視するから。それが、長年やるコツ。コメントと向き合わない。変なコメントとは。だってさ、例えばなんか変なコメントしてるやついるけど、何千人のうちの、ほんと一桁です。
そうやって反省してないが大会で勝てないんだなって。関係ねえやろお前、それ大会関係ねえやろお前。もう配信終わるわ、もう機嫌悪くなったから。最近こういうコメントする人増えたよね。こういうコメントする人、なんかさ、人の気持ちとかわかんないさ、誹謗中傷ですよ、それって。遡ってバンしてますわ、今コメントした人。これどうやってバンするの、遡って。これ流れちゃったよ、もうなくなっちゃったよ。あ、手挙げてるやついる。え？お前らのその心意気に感謝、感動したから、見逃すわ。